いや、ちゃにゃ、ライジオのやつをね、今日もやっていくんですけど、今日はね、これじゃなく、これ、はい、三銃士やっていきたいと思います。ですね、三銃士なんですけどね、このね、あの、クランにいる、あれ、いない。いない。フレンドにいるかな？いない。あれ？ともやさんっていう人が、ちょっと待ってください。ごめんなさいね。ごめんなさい。多分ローカルにいるはず。いないということで。あ、この人ですね。はい。が使って、この人がね、一回、世界6位まで行ってた三銃士なんですけど、枯渇三銃士のね、ギャングのところをタルババにしたやつらしくて、それをね、パクってみたらね、ちょっと強かったので、今日ね、動画にしちゃいたいなと思いました。ってことで、マルチ行きたいと思います。よいしょー。まあ、三銃士巡り巡って環境が来ちゃったって感じですね。で、多分、その俺、理由とかはわからないんですけど、多分ね、俺的な予想で、今、施設がめちゃくちゃ多いんですよ。だから、で、あと、卓撃と、あと、枯渇系も多いんですよね。その枯渇だとか、あとなんだろう、あれ、枯渇迫撃とかね、あと、スケバレの、メガナイト、インドラディガーとか、あそこら辺も全部枯渇系なんで、多分そこら辺にギャングを、タルババにすることによって、多分そこら辺に強くなる。で、あとは、クロスに対してですね。クロスに対しては、結構、鬼前かな。どんくらい前だろう。マジで、1年くらい前かな。の動画で、クロス対ね。やべ、めっちゃギシギシ言うんだけど、椅子。クロス対枯渇三銃士はそんな相性悪くないよっていうね、デッキをね、めちゃくちゃ前に出してたんですけど、うい、いいね。いえ。Thank you. 俺も出す。あはは、意外チャンスずれた。だから、で、タルババも入り、余計強くなるという感じですね。こういうのには三銃士をペペペペンで出しちゃいます。でもって、多分だけど、これは迫撃なので、ファイブを打っとかな。シェイという感じなので、ギャンガーですかね。はい。で、まあ、ここは一旦ステイですね。ステーキジョーンズ。一旦ステーキジョーンズでいきたいと思います。はい。ここもしディガー、来ないですね。はい。で、今ザップを使ったので、ディガーコウモリが来るのかなと、予想することがね、容易かなと思われます。なので、ガゴムレでね、ディガーから潰してあげることによって、コウモリからだとね、ディガーがめちゃくちゃ入っちゃうので、ガゴムレ、もうディガーに出してあげる。あ、やばい、めっちゃエリア増えた。めっちゃエリア増えたんだけど、話してたら。何して？はい。で、こういうことによって、多分ザップじゃないんでね、呪文は。ファイボなんですね。で、これ呪文、どっちも使いました。ファイボも。ってことで、エリポンですね。呪文、ディガーとファイボをどっちも使ったら、もうエリポンですよと。教えてあげましょう。この迫撃使い全員に。これね、良くないんですよ、これが。よいしょ。つー、じゃん。あー、一発もらったー。これはい、学びとして裏に出しておけばよかったっていうのがありますね。はい。よいしょ。あー、それは美味しい。もうそんなエリポンいらねえもん、俺。で、このエリポンには、ファイブが来るんでね。次のエリポンには。ギガを使ったので。ファイブが来るので、粉ウィーパターンですね。粉ウィーパターンは珍しいので、この辺でね、ガゴムレをね、使っちゃいたいなと思います。で、ディガーを飛ばしちゃいます。で、ここにザップを打ちたいと思います。よいしょ。で、ここに、来られてるので、エリポンを置きたいと思います。多分さすがにファイボが来ると思うんでね。え、来ない？どんだけ？どーん。ってなりそうだったけど、やめとこう。よいしょ。あ、これさすがにファイボ来ちゃう、これ。ザップ段階！ここまで来てザップ段階、これアウトローが来ると思われる、この位置に。ディーン。あ、これファイボだ。まとめファイボが来るので、チュチュチュンですね、これは。で、この迫撃はね、甘んじて受け入れます。甘んじて。で、フェーブを切ったので、こっちにアイゴレたし、で、相手はね、このターン、
フェーボがねえので、はい、こんな感じでこっちをね潰しに行きたいなと思う所存でござい。捕まるつる、ここでギャンガーが来る。コナウィー、やばい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 、頼む頼む、上行け上行け上行け、あ、センキューメン。でここでもうね、知らない、そんなもの、そんなもんね、知らない。あ、ダメだ、死ぬ死ねー死ねー死ぬんだって、それは違うじゃんって、マジで迫撃は違うじゃん、クロスと同じ迫撃はちょっと違うのでノーカウントですね。マジでマジで、ね、もうちょっと違うんだって、ちょっと雑すぎたかな、攻撃が雑すぎたのかなって。でもこのデッキはね、俺は可能性を感じてしまったので、まあ、ちょっと雑すぎてしまったのかなというところでありますけれども、ガゴムレをねもうちょっと綺麗にね、でもガゴムレセッパー自体は良かったんですけどね、あのターンで決めきれなかったらねもう僕の負けですと。まあ、ディガボーへ帰ってホグーホグが来る、これ頼むから2発で終わらせろ、無理なんです、非力だな、ナホリ非力。これトルネとか来る、もしかして、うえい、あぶにあぶに、このねあのちょっとギリギリ出すことによってダメージを最小限に抑えるみたいなね、あのエッチなバルキリーをかわしていく、よいしょ、はーい、はい、さよならさよならって感じで、とりあえずねこっちいいか、うん、呪文がロケットが食えるか分かんないんですよね、こっちとら。なんで、もうどっちでもいいやっていう感じでね、30展開していきたいと思います。こっちにロケット撃たれたらもうね、残念ですね。多分、ガゴ型、ガゴじゃない。あ、はいはいはい、余裕余裕。余裕余裕。全然余裕。はいで、これで、マスキにタゲがいっちゃってるんでね、ザップで変えてあげるともう、ババさん自身が出来上がっちゃってるって感じでね。まあまあまあ余裕ですねと。で、これ6エリポンプ。ポンと。で、これでロケットがね、相手打てませんもん。エリ負けてるんで相手。で、これで、シャアなしのね、まあ、エリ貯めてから、バルキリーディガーぐらいかな。か、ホグが先に来たら、ガゴムレ防衛読みの、フタもハシマイファルチが来るので、ホグが先に来たら、まあこれはね、ロケット打たれても全然いいんで。はい。もしここでロケット打ってきたら、俺逆サイもう、あれやっちゃうんでね。はい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 。あれやっちゃうよっつって。逆さやれやっちゃうよってなるんで、もうこれ捨てっすね。よいしょ、いい、お、そっちじゃないんかい、やばい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 、こっちやばいこっちやばいこっちやばい、入れすぎ入れすぎ、やりすぎやりすぎやりすぎのカメラがそこまで来ちゃってるよねって話。やばい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 、やばくねやばくねやばくね、やばいやばいやばい、それダメそれダメ、ちなみにそれダメ、ちなんでみるとな、痛い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 、ババにタゲいけ、ババにタゲいけ、一番後ろにいるし、一番後ろにいるわ、よいしょ、はい、まあ、トレーナー使ったんでね、さすがに同じような立ち回りをしてくると思うのでー、ディーって感じなんで、やばい、やばい、今工場挟まないとダメだったな今の、やばいやばいやばい、これ多分来る、フォグが来る、やばい、やめて、やめて、ただ当たんないで、よしよしよし、まだかわせる、まだかわせる、まだ参る、まだ参るよ、よいしょ、よし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 、ロケットでしょってことは、
おっしゃ、来た、勝った。頼む、やめてよ、もう。ああ、負けた。最悪だ、マジで。な、ファルジトルネは違うって言ってんのにさ、マジで。てか、これやばいんだけど、普通に。トル落ちすぎて。やばい。7000落ちる、次で。まあ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 、落ち着きましょう、皆さん。皆さん、落ち着きましょう。ちょっと。まあ、こっからなんでね。ライキ・ジョーンズは2敗してからみたいなところがあるんでね。結構、2敗してからが俺みたいな感じはあるので、ちょっとね、もうちょっと待ってください。俺的に、ロイジャイとか引きたいんですよね。ロイジャイあたりを引いて、もうロイジャイは、環境のロイジャイは、こうやってガゴムレがきついんで、つって、ちょっとドヤ顔でやりたいんですけど、今のところね、迫撃ファイボとね、しかも迫撃ファイボザップと、ファルチェトルネが、あ、ロイジャイの香りゼロ。ロイジャイの香りゼロでございます。いやー、お前は、いや、でもね、これデッキ大体ファイボ入ってないんでいっちゃいますよ、俺。よいしょ。はい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 、入っちゃうよ、入っちゃうよ、入っちゃうよ、やばい、全然入んない、マジで怖い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 。マスケは入ってもいいから、うーん、やる、いや、ダメだなそれ。あー、終わる終わる終わる、あー、もうダメだな、マジでもう終わってるわ。泣いちゃってる、もう試合の途中に泣いちゃってるからね俺。やばい、竹をこっちに変えようと思ったのに。やばい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 、ゴーストの方に行かないし、全然ゴーストの方に行かないし、マスケここに出るんで俺は読みを当てます。ティーン、どこ、ユキね、ユキが来る、ユキが、ちょっと待ってよマジで。オッケー、やばいんだけど、普通に。もう34じゃなくて、ファル、スパーキーが来る。ファルチェニキが、じゃなくて、スパーキーが来る。これさ、ファイボじゃなかったら俺の勝ちなんだよな、正直。でもさ、コウモリとか入ってるってことは、ファイボじゃないにかけて俺は、行きます、お願いします。じゃあ来た、勝つ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 、来た、残ってる残ってる残ってる、来た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 。さらちすぎる、さらちすぎて笑う。あ、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 まあこれで、両サイド2本折って、まずあれでしょ、まず引き分けに持ち込んでから、そこからね、あの、じわりじわりと削っていきたいなと思います。じわりじわり、きた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 、しゃあ、惜しいな、あと1本だったのに。やべえ、これマジで炎上しないか、これ炎上しないか、さすがに。はい、ということでですね、僕、悲しながらね、悲しながら、今日の動画ね、3連敗しちゃったんですけど、ともやさんが使ったら強いと思います。なので、世界6位いってる残留士ね、使ったろうと思ったらね、3連敗しちゃいました。ごめんなさい、本当に。でしかも、最後のなんか、ちょっと相性良かったかな。ちょっと相性良かったかもしれない。でも、これは、ここの2個はね、ちょっと無理かなって感じなので、この2個さえ、引かなければね、勝てます。ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。お願いですから、お願いですからね、たまにはこういう日もあるので、お願いですから、低評価だけはやめてください。高評価を、高評価いっぱい、高評価いっぱい、もうにやかで押してください、高評価。お願いします。ということで、来期、うめえコメント待ってます。ということで、今日はこの辺で終わります。またね、毎日投稿しているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。低評価やめてください。さあ、連敗しようと、低評価やめてください。ということで、今日は終わります。バイバイ。